旧暦2033年問題。旧暦2033年問題。旧暦2033年問題とは、西暦2033年秋から2034年春にかけて、日本の旧暦の月名が、天保暦の歴法で決定できなくなる問題のこと。1844年、天保15年に、天保暦が制定されて以来、このような不都合が生じるのは、 2033年秋から2034年春が最初である。日本の公的なカレンダーや歴書などでは、1873年、明治6年1月1日に、グレゴリオ歴への改歴が行われて運用されているが、この日以降であっても改歴前の、いわゆる旧歴、天保歴に、床付けを必要とする、様々な用途や、監修のために、補助的に収載して使われている。 この天保歴による月名の決め方、特にウルうズうきの置き方、オけうるう法が将来に不都合が生じることが明治の改歴以降に明らかになった。天保歴のオけうるう法はそれまで明文化された規定がなく、1912年、明治45年に平山政治によって初めて明文化された。それによれば以下のような方法になっていた。天保歴では 太陽の運行を参照する定期法によって二十四節気の配置を決め、二十四節気のうちの中期を用いて月名を決めるため、通常はこの方法で問題は生じない。大部分の年では、秋分を含む歴月8月と冬至を含む歴月11月の間、及び冬至を含む歴月11月と春分を含む歴月2月の間は、 二歴月、または三歴月あり、三歴月となった場合には、うち一つをうるうずきとする月名の決定に、問題は起きない。しかし、もしこれが一歴月となってしまった場合、月名の決定方法の一を満たすことができなくなり、この場合は、月名の決定に不都合が起こる。また、一歴月に二つの中期が入った場合も、適用すべき規定がないため、この場合も、 月明の決定に不都合が起こる。実際に、ケプラの第二法則により、近日点を通過する秋から春にかけて、中期から次の中期までの長さが、歴月、昨日から次の昨日の前日までに短くなることが、しばしば起こる。この時天保歴のように、定期法を採用する、単位太陽歴、月の運行によって、日を決め、太陽の運行を参照して調整する暦では、 不都合が起こりうることなる。なお、この不都合、一月月に二つの中期が入るは、暦上起こりうるものではあるが、2033年秋から2034年春の期間で言えば、一昨晩月、1日から次の1日までの間に二つの中期が入る箇所はなく、2034年2月の雨水の後に、到来する1日から次の1日の間に、中期、 旬分が入らないのが一回あるだけである。一作某月の間に二つの中期が入っていなくても、一歴月の中に二つの中期が入ってしまうのは、中期の時刻がわずかに1日の時刻に先行しているときに、その中期が1日と同1日だったり日をまたいで中期が1日の前日だったりする場合に起こる。すなわち、実際には1日の前に中期が到来していても、 その中期は一つ前の作望月に属していても、中期と一日が同一日であると暦上はその中期は昨日すなわち次の歴月に属するよう扱われてしまうためである。これが作望月ベースでは中期が一つずつ含まれているのに、歴月ベースでは中期がなくなったり二つ入ったりする歴月を繰り返す要因となる。1844年。 天保15年に天保歴が制定されて以来厳密には平山規則が明文化されて以来このような不都合が生じるのは2033年秋から2034年春が最初である。さらにこれ以降も天保歴並びに平山規則が修正なく使われた場合、2147年秋から2148年春この時は定義にのみが問題となる。 2223年秋から2224年春、この時は定義一のみが問題となるにも同様の不都合が生じてしまう。グレゴリオ歴2033年秋から2034年春にかけての1日と中期の日付、日本時間によるは以下のようになる。便宜上、前後の歴月も記している。月名が決まらないのは B 月へ1月の7ヶ月で、 これらに2033年8月から2034年1月、正月の六歴月と、順月を割り当てるのだが、天保歴、とりわけ、平山規則に基づく月名の決め方や置けうるう法、にると、順月が決まらないばかりか、さらに深刻な問題が起こる。終分を含む、四月を8月、その次の当時を含む、E 月を11月とすると、9月と10月のいずれかが、 なくなってしまう。また、中期を含まない歴月は、B 月、回月、H 月の三つあるが、これらのうち、ウルーズ期となるのは1歴月だけである。そうしないと、さらに二つの月名がなくなってしまう。また、1歴月内に2つの中期を含む E 月を、当時を含む歴月として、単純に11月として良いのかという問題もある。これについては年に、 日本において、小雪と杜氏の二つの中期を含んだ歴月を11月とした洗礼がある。また1870年には、杜氏と大寒の二つの中期を含んだ歴月がやはり11月とされており、グレゴリオ歴会歴後の1984年の旧歴も同様である。夏季も参照。これらを解決する方法はいくつか考えられる。その一つの方法として、 天保歴の月名の決定方法の1、及び2、の内容に優先順位をつけることが考えられる。天保歴と同様の定期法を採用し、天保歴改歴時に重要参考資料、手本になった、中国、清の、時県歴においては、順月の配置も含めて、当初は次のような月名決定法を取った。新思考、時、県思考、貴公子元法より、 一が破綻する場合は、一を参考にしてに至り二分のうち当時を含む歴月を他の三つを含む歴月よりも優先させ、他の三つを含む歴月の月名を調整する。これは古来平気法の時代から一貫して中国、日本いずれでも大陰太陽歴においては当時は作歴の起点とされ、天正当時いかなる場合でも当時を含む歴月は必ず十一月。 検視月と、さてきたことにもよる。具体的に言うと、当時を含む E 月を11月に固定し、それに伴ってその前の B 月、C 月、D 月は月名に不連続が起きないように、それぞれ8月、9月、10月とする。終分を含む C 月は1によれば、本来8月になる必要があるが、当時を含む E 月を11月にすることを優先するため、 この場合例外的に9月となる。また、E 月が11月に固定されれば、前回の当時を含む歴月から、E 月、イコール当時を含むの前まで12歴月であるため、中期を含まない歴月、B 月があってもこの間には、順月は存在しないことになる。これによって、B 月から E 月までの問題は解決する。次に2の定義では、順月の候補が複数ある回付きから、 H 月までの問題であるが、この2を参考にすれば、まず、当時を含む E 月から次の当時を含む歴月の前まで13、歴月であるため、純月がこの間に存在することとなる。また、純月の候補となる中期を含まない歴月が、複数存在する場合、か月、H 月は、1の定義によって、当時を含む歴月、E 月と春分を含む歴月、I 月。 それぞれ11月、2月と確定してもなおその間に、ブルー月の候補となる中期を含まない歴月が複数あるような場合、当時を含む歴月、イコール、E 月から数えていって、最初の歴月すなわち F 月が、ブルーとなる。以上によって、B 月から A1 月まで順に8月、9月、10月、11月、ウルー11月、12月、正月となり、 すべての歴月の問題が解決することになる、下記1851年から1852年の中国、清での問題の処理法も、先例として参考になる。他の方法として、一歴月に二つの中期を含むときは、当時から遠い方の中期を前後の歴月にずらし、中期を二つ含む歴月がなくなるまで順次ずらしていくことが考えられる。これによっても、 上記の方法と同じ結論になる。また他の方法として、一列月に二つの中期を含むときは、二つの中期の、うち最初に来る中期を、前の歴月にずらし、中期を二つ含む歴月がなくなるまで順次ずらしていくこと、その場合2033年は、順月がなく、2034年の旧暦は1月20日から始まり、正月の後に、うルー月が置かれるや、 あるいは後ろの中期を、後ろの歴月にずらし中期を2つ含む歴月が、なくなるまで順次ずらしていくことの場合2033年には、うるう7月が置かれるも考えられる。また、このような問題が起こるそもそもの原因は定期法を採用したことにあるから、旧歴の計算に使用する二十四節気については、以前の平気法に戻すという解決法もある。ちなみに、 2033年から2034年の問題の期間について2 7世紀を兵器法で配置した場合は次のようになる。毎年の暦、間歴や民間歴は前年に反復されているため、不都合が起きるとされる年まで対策が慎重に検討されている。蒸気の方法も含め、コンピュータで旧歴を計算する各種のソフトウェアでは色々な方法が取られているようである。 外部リンク参照。国立天文台の元天文台長や歴計算出院、国立民族学博物館名誉教授、カレンダー出版物の業界団体の長などを理事長、理事、学術顧問などに迎えている社団法人日本カレンダー歴化振興協会では2014年平成26年7月以来この問題に関する学術シンポジウムを開催し、 問題の所在についての啓蒙と周知、対策案についての検討などを行っている。また、同協会は2015年、平成27年8月にこの問題についての見解を発表し、その中で、ウルー11月、開月案を推奨している。ただし、オケウルールールについてはさらに検討を継続するとも、してる。理科年表には、次節の話題などを扱うページが、 毎年各部に数ページ程度あるが、2014年、平成26年版でこの問題を取り上げている。国立天文台のウェブサイトでもこの問題が取り上げられている。中国、台湾、韓国で使われているとき権力は、このような問題が起こらないおけうる法、上記1及び2を採用していた。こちらの方が合理的であり、破綻は生じない。しかし、 1811年、下京16年に、宮廷の祭祀の都合で、当時を含む歴月を必ず11月、春分を含む歴月を必ず2月にするために、おけうるう法が修正されたと考えられた。天保歴は、その修正されたと危歴のおけうるう法を参考にして、おけうるう法を定めたとされている。しかし、1851年、 皆豊元年から1852年、皆豊二年では当時を含む歴月と春分を含む歴月の間に歴月しかなかったため、当時を含む歴月は11月であったが、春分を含む歴月が正月となった。時の履歴では1851年、皆豊元年の当時から1852年、 皆、豊か二年の当時までの間は十二歴月しか、痛め子の間にうるう月はなく、春分を含む歴月が正月となっても、おけうるう方には一切影響しない。つまり、当時から次の当時までの間に十三歴月ある。場合に限り、一と二を適用するのである。その場合、真の金天間、暦を管理する役人によって千八百十一年、 過去16年から200年間にわたって、オケウルー法が破綻しないことが確認されており、最近の研究ではオケウルー法が修正されたのではなく、元のオケウルー法でも当時が11月、春分が2月になることを再確認しただけではないかと考えられている。日本では時間帯の違い、実際1時間のため、この時には2つ、中期を含む歴月や中期のない歴月が、 複数発生したものの、上記1、及び2の定義だけで、作歴上の問題は起きなかった。正確には1873年、明治6年の太陽暦への改歴までは、現在の統計135度、赤市における、地方平均太陽時イコール現在の日本、中央標準時ではく、京都における、地方新太陽時を使用していたため、中国との時差はさらに数分長くなるが、 そのことを考慮してもこの違いは発生する。2033年問題と同様の問題は、天保歴に似たオケール法を持つ、他の単位対応歴でも起こりうる。ただし、それがいつ起こるかは、1日や中期がどの日に属するか、つまり、時間帯に依存するので、同一時期でも国によって、このような問題が発生する国としない国に分かれる、可能性もある。 日本と中国には1時間の時差があるので、日本において例時代に1日や中期の瞬間があれば、中国においては前日の23時代にこれらがあることになり、1日のズレを生ずる大引退要歴における時差による歴日、稀には歴月のズレはこのような問題の発生するとき以外でも時々発生する。上年から年の 中国と日本の違いはこのことによって現れた。しかし2033年から2034年の問題に関連する時期には日本時間0時代に1日や中期の瞬間が入ることはなく、両国とも1日や中期の日付は全く同一で問題を処理することとなる。なお中国においては現在の公式な暦は 世界共通のグレゴリオ歴であるが、春節、日本でいう、旧正月に、相当が公式の祝日であるため、それの決定のために、旧歴、受験歴も公的なメンナンスのもとにある。日本の大院太陽歴は古来、状況歴からは、日本独自に作られたものの中国の暦から大きな影響を受け、それを、手本、参考にして作られてきたという歴史からすると、 公的ではないものの今回のこの件でも重要な参考先とされるものと考えられる。インドの単位対応歴ではこのような場合は月を飛ばす欠月,月を認めている。例えば1982年は9番目の月の翌月が11番目の月であり10番目に相当する月が飛ばされて欠月となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。